関数アートの時間だよ。今回もグラフデーを描いていくよ。グラフデーを描くってどういうこと？と思ったそこのあなた、まずはこちらをご覧ください。これは静岡大学で実際に出た入試問題です。なんとこの問題に出てくるグラフを描くと富士山が出てきます。頑張ればこんな風にグラフだけで絵を描けてしまうわけですね。私は今までもいろんなものをグラフで描いてきましたが、今回はキュークラリンを描いていくよ。早く作品が見たいよという人は4分2秒まで飛ばしてね。どうやって作っていくか説明していくよ。まず3つの点を用意して適当に配置して、この数式に点の座標を代入するとこんな感じに滑らかなカーブを描きます。これを使って輪郭を作ります。ただし曲線は真ん中の点を通らないので、真ん中の点の位置はいい感じの曲線になるように勘で決めます。慣れたらどこに点を配置すればいいか分かってきますし、ミスしたら修正すればいいだけです。これを使って全ての輪郭線を描きます。輪郭線を描いたら色を塗っていきます。デフォルトで使える色は6つだけなので、色を作る関数を用意して必要な色を追加します。先ほど作った輪郭のグラフを描いてその領域を塗りつぶし、必要な色を塗っていきます。輪郭ができたら残りの線も描きます。輪郭と同じように全ての線を手作業で描いていきます。できたら色を黒にして全部描いていきます。必要に応じて線の太さも設定していきます。さてこれで絵が1枚できました。しかしこのままでは動きません。そこで動きを時間の関数として求め、描いたグラフに動く点の座標を足して動くグラフを作ります。というわけでこのように動く点 P の座標を求めます。キュークラリンをコマ送りにして分かりやすい位置に目印をつけ、その座標を記録します。その結果座標はこのように変化すればいいことが分かりました。あとはこの点を通る関数を求めれば OK ですね。真ん中は3次関数で、端っこは定数関数で近似できそうです。それができたらシグモイド関数を使ってこれらを接続します。シグモイド関数はこんな風に0から1に滑らかに変化する関数で、オンとオフを切り替えるスイッチとして使えます。これを使って点 P の座標を求めました。絵と組み合わせるとこんな感じ。いい感じですね。ついでにこの点 P の座標も求めます。点が突然現れるように見えるので、初めは画面外に置いておきます。この点は動く速さが途中で変わるのが厄介なので、まずはこの点 P の座標を求めます。調べてみるとこの点 P は指数関数を使えばうまく動かせそうだということが分かりました。あとはこれを周期関数にして階段関数を足せばうまくいきますね。途中で速さが変わる問題は傾きが途中で変化する1次関数を使います。こんな風に時間の流れる速さが変わればあの動きを再現できそうです。これは3つの直線を組み合わせた関数ですが、必要なパーツは3つの直線の内真ん中の高さにあるものになっているので、中央値関数を使えば簡単に求まりますね。後半部分は5つの直線の組み合わせですが、こちらも中央値関数で対処可能でした。というわけでこれらの関数を合成して動く点 P の座標が求まりました。絵を組み合わせればこの通り。次に歪むグラフを作っていきます。やっていることは単純で、グラフの平行移動の公式において移動する量を座標に依存するように変えているだけです。簡単に歪むグラフを作れるので、グラフで絵を描く機会があればきっと役に立つでしょう。ここまでできればあとやることは一つだけ、残りの絵をグラフで描いて描きまくることです。さて全ての絵が描けたら撮影します。今回のグラフも非常に処理が重いので、一度パラメーターを変化させると描画されるまでに時間がかかります。そのため面倒ですが、全フレーム静止画で撮影し編集で動画にします。実は2秒の動画の撮影だけで15分かかっています。これで完成です。それでは完成品をご覧ください。次の
ては逃げれないこと、みんなには配らないこと、どうしようもないの、私キュークラリン。そばに取り寄せた夏色、彼を使って飛びえば、こんなにも気柄惜しくて意地らしい。いかがだったでしょうか。元動画はイオワシのキュークラリンでした。制作時間は86日、スクリーンショット枚数は829枚、数式は延べ約18000本でした。ラグトレインより短いですが、フルカラーで直線数も多く、しかも動くので大変でした。でもいい感じに作れたのは良かったです。実は今回の作品はただ再現しただけでなく、こねた模し込んであります。しかしその話題はキュークラリンの内容に関係するので、また別の機会で紹介します。この動画はこれで終わりです。ご清聴ありがとうございました。